こんにちは、明日があるサーマスターです。今日もですね、ギターは音程のある手拍子だということで、また今日もね、ギターを練習してみたいと思います。実は昨日ですね、店に行きまして、明日があるさんネットでボランティアの動画を撮ったんですけどね、ネットでボランティアっていう動画は、まあ今、介護施設とかでね、ボランティアに行けないんで、まあ、動画を撮ってそれをネットで配信しているということで、昨年4月から始めてもう1年以上やってるんですけど、だいたい30分動画にしてですね、今も34本ぐらい YouTube にアップされています。まあ興味のある方はですね、明日があるさネットでボランティアと YouTube で検索してもらえば、34ぐらいいっぱい出てきますということでね、昨日それを録画してた時にですね、ちょうどまあ九州も梅雨入りしたということで、1曲目に歌ったのが、カタツムリを歌ったんですけども、ふと演奏してみるとですね、これもギターコードが2つしか使わないということが分かりましたんで、じゃあ今日の課題曲として、カタツムリをやってみようということになります。出てくるコードは2つですね。以前練習しました C ですね。ですね。で、前回は、G っていうのをやりましたけど、今日出てくるのは G7 という音ですね。G7 ですね。G は、1弦の3フレットを小指で押さえてましたけど、これはなかなかね、押さえにくいんですけども、今日は簡単です。1弦の1フレットを、人差し指で押さえる。これが G7 になります。 G より簡単だと思います。ではね、これは4分の2拍子なんで、まあ1小節で、まあ、2回ね、弾いてみようかなと思っております。ではでは、まあ前奏ですね。でんでんやり出せ目玉出せですね。基本的にはですね、一小節にまあずっとねコードを弾いていくという形ですけど、最後の角出せやり出せ頭出せ、頭出せのところがですね、まあ最初の1小節目から、変わるんじゃなくて、1小節目の2回目ですかね、1、2で変わってまた戻るということですね。頭出せ、まあここだけですかね、ちょっと変わってるところですね。まあこういう感じで、やってもらえばいいと思います。まあ、とにかくね、ゆっくりでいいです。今は1小節に2回弾きましたけど、1小節に、1ストロークでも構いません。では。でんでんむしむしかたつむり、お前の頭はどこにある、角出せやり出せ頭出せという感じになりますね。ということで今日はカタツムリをやってみました。出てくるコードは C と G7。
ということでね、まあ、気軽にやっていけたらと思います。明日からさ、マスターでした。またお会いしましょう。